三浦監督、2連敗に、お気持ち表明。下を向いている暇はない。DeNA、三浦大輔監督が日本シリーズ2連敗を正面から受け止めた。シュンとしてられないですから。連敗したからといって終わりじゃない。気持ち切り替えて、選手たちがもっと、もっと思い切ってできるようにしていきます。4番不在の緊急事態だった。オースティンが前日26日の初戦、第3打席で左足に当てた自打球の影響でベンチから外れた。指揮官は、歩き方、今日の反応を見てても試合は厳しいかなと特重の決断だった。骨には異常はなかったものの、左足甲の打撲で次戦以降の出場可否は様子を見ての判断になる。代役4番には17年の日本シリーズでも4番を任された筒香が入った。3点を追う7回2アウトに、3塁ではショートゴロに倒れるなど、無安打に終わったが、三浦監督は、打線の並びを考えても、郷が一番しっくりくると、ノーヒットというほど内容が悪いわけでもなく、いい雰囲気がありましたと前を向いた。打線以上に先制を許す失点が重かった。1回に山川のツーランで先制されると、4回までで6点のビハインド。2試合連続で先制され、馬王者の貫禄の戦いぶりで主導権を握られた。28日の移動日を挟んで29日から敵地福岡で3連戦を戦う。明日1日すくので、いい切り替えの日にしたい。また、もう一回横浜に戻って来られるように、それを目標にやっていきますと、三浦監督。2つ負けたら今季が終わる。26年ぶりの日本一へ、このままでは終われない。どうせホークスにボロ負けするので、棄権した方が良いです。日本一決める試合で、ライトのやつがポロポロやってたら勝てる、やくないよな、梶原。追い上げるのが遅すぎるのよ。まあ実力の差が顕著に出てるだけ。ヤクルト相手じゃあるまいし、先発大貫なんて舐めすぎだろ。横浜で満席2試合できたから、もう満足でしょ。モイネロ打てるわけねえやん。大人と子供の差だな。阪神ファンだが意地を見せてほしいね。今日は得意な18番の申告敬遠がなかったですね。三浦じゃ来年もダメだな。 CS だけ勝って首つながって安心して困ったもんだ。追いつかない程度の反撃。本拠地で2連敗じゃな。残念。ライトスタメン変えるべきだわ。今日もエラーしたべ。ギリ5割のリーグ3位やしな。4立て確定。ベイは思ってたより、頑張ってる印象。もっとやられるかと思った。本当に強いチームは短期決戦だろうが、ペナントだろうがちゃんと勝ちますね。